川俣町で迎えました。勤務する幼稚園では預かり保育の子ども数名が残っておりました。揺れは大きく長く感じました。近所の方々も園庭に飛び出してきました。雪も降り出し、互いに身を寄せ合い、かばい合い、毛布をかぶりました。耐震工事を数ヶ月前に終了していた園舎は大きな被害もなく無事でした。町内の学校、体育館、避難所には鳴り止まぬ電話と肉親、知人を探す人々であふれ、深夜まで続く毎日でした。家が流され、壊れ、津波で濡れたまま避難した方の落ち着けばすぐに帰れると思い励まし合っていました。